またさ、世代ですよ。ビリヤード。あ、そうです。あ、やりましょうか、かけて。四つ玉仕切らんす、難しくて。四つ玉できるんですか。まあ、じゃあ上級者じゃないですか。上級者じゃないと。四つ玉難しくてようわからん。四つ玉できます？ですよね。四つ玉難しくて。あれ、ツータッチさせやんとですか。あれ難しかったもん。あと忘れた。50年前の。なんかね、四つ玉って本当四つでカチャカチャカチャってずっと当てていかないと。当たったやつでも当てなくていい。そう、必ず。めっちゃ難しくないですか。もけ、めっちゃ難しかった。上級者よ。できたら気持ちいいんです。ああ、また外した、すみません。四つ玉は知らんな。ビリヤード上四つ玉の方が多いんじゃない。いや、今はさすがにポケットが。ボーラードされてましたか。ボーラード、ローラード、ボーリングと一緒のルール。10個落とし、ボーラード、ボーリングと同じルールです。1投目2投目でいくつまで落とせるか、落としていったらずっと続けられて、で1投目が切れて、で切れた後に2投目でそのまんまでカウント、そのまんまボーリングルールですけど、面白いです。この時代はまだ生まれてない。おぉ、ナイスリーです。じゃあ、岡田さん、かけどうするの、かけビデオ賭博しましょうか、賭博。ですよね、そんくらいですよね。企業はね、私じゃなくて、今で言うまで言うけど、昔は500円ずつは人がずっとセットしたいなと思って。えぇ、嘘ですよ。嘘ですか。嘘だよ。さすがにそれはない。絶対危ないです。誰か投げます。やっぱり、やっぱり。これはダメだ。ありがとうね。当たりは良くなかったですけど。ボーリング球曲げきらんし、あれ曲がるように重心変えてる。失礼、甘かった。嬉しかった。そんな弾かれとったよ。あ、入ってた。遅れた。ラブセット。あ、やべ。15歳で。
北朝鮮とかね、経営局監督に行ったという中国経営で。サーキオルですよね。サーキオル職人中、職人中。運動するリングとか、はい、タオルが真っ青になりましたね。そんな草物もいっぱいとかも。遊んではいけません。始まった。僕今跳ねたな。親父が満州大学出身。ちょっと失速するな、回転かかりすぎて。そうね、多分いや僕らの感覚からしたらもう外国人。はい、こんにちは。全然ほら、今日文字っていうのちゃんと教育とかちゃんと作ってやってよ。ね、地元の人にすごい。いやもう感謝感謝よ。ナイスリターン。
なさい、サンク。長い。でもあれでいいと思いますよ、逃げ方は。もうあれでログで逃げとけば。面が出ただけ。どうぞ。あと5分あるよ。これもうダメだ。回りました。ダメだ。